皆さんお疲れ様です。ハッチコのエリナです。お願いします。はい、じゃあちょっとソファーに移動したんですけれども、今から見せてくれるんでしょう。うん、私のバッグの中身と友達のバッグの中身を紹介します。イエーイ。はい、まずお友達のバッグはこちらでございます。可愛らしいですね。これはあの私といる時に買ったやつですね。そうです。これあげる。なんでなんかここでなんかもらいました。クーパンで800円で2個だった、うん、マジでありがとう。今日初めて使ったんだけど、うん、よかったからあげる。ありがとうございます。こちらいただきました。不意のプレゼントいただきました。モテるやつじゃん。彼女に喜ばれるやつじゃん。些細なプレゼント。そんな何もない時のプレゼントが嬉しいよってやつです。ついてのやつ、インスタによく載ってる幸せな投稿のやつ。はい、これは普通に鏡ですね。ピアノ。ちょっと待って、内側、はい、危ない。失礼。2本ぐらいまとめて買った時についてきました。それがこれです。可愛いです。27番だっけ。22番です。いっぱい持ってます。これは可愛いです。とあのコンシーラー。コンシーラーも必須なので。コンシーラーのみのみ。いや、ファンデも。ファンデはこっちですね。ああ化粧品としたファンデムーンショット、うん、これなんだっけ。あのダブルラインエキスパートですね、はい、それは進化版ですね、はい、そうです、新しい方です。持ち歩いています、はい、で、リップクリーム、はい、バセリン。これはそう、バセリンで、なんか口、あんまりこういうのって結構マットじゃないですか、うん、だからこういうの塗るとなんかマットの意味なくなっちゃうから、うん、あんま使ってないんだけど、うん、もうやばいって時には使ってないとか、あとバセリンだからなんか爪とかにも使っちゃいます。へぇ。と目薬、レンズしてるんで必須です。まあ、粉キャンメイクの、うん、キャンメイク、かわいい。おもちゃみたいでかわいい。おもちゃみたいでね、変身するやつみたいな。ラッシュのパフュームっていうのかな。練り香水。あれじゃないの、ダーティーじゃなくしたの。いや、ダーティーもあります。あ、少々お待ちください。これに入ってました。はい、で、AKPB ですね。そう、なんかね、10周年アニバーサリーへぇー時にぬ時ぬぬいただきました。あ、いただいたんだ。なんか買った時に。へえ、かわいいですね。またラッシュ。ラッシュ大好き人間の方ですよね。はい、なんかは普通に。何の紹介やねんっていう。キーちゃんの頭が入ってます。キーちゃんの頭入ってますね。これはゴムでした。ぶち切れたので。これがマウスウォッシュみたいな感じ。これは本当になんか一粒。噛んでぐちゅぐちゅペーするだけで、うん、もうおうちすっきりみたいな。そうかい。結構なんか液体痛いじゃん、うん、けどこれは美味しいって言ったらいいんだけど、美味しく何痛すぎずみたいな、うん、すっきりできるから、これ1個でとか結構持ち歩いてます。はい、お財布。どちらをミスチュフ。こっちがミスチュフ、こっちがテンスこちらになります。クレジットカードとか、うん、基本本当にお財布をこっちにして、うん、であんま現金とかあんま使わないものとかをこっち、あとポイントカードとかをこっちに入れてます。それでこの2つだけです。次、まあ、バッテリー、補助バッテリーと、まあ、どこでも充電絶対あるから、うん、そう、韓国にあるからどっちも持ち歩いてます。はい、いや、まあ、今日プサンの予定を立てるので、はい、メモ帳ですね。はい、終了です。アイアポッツもありますね。アイアポッツでした。はい、私のバッグです。こちらなんかめっちゃね、あれに見える、茶色に見えるんですけど、めっちゃ黒ですね。黒のブラックアップのここがくしゃくしゃになっている、こういうバッグです。はい、こちら私のバッグの中身になります。基本的に、まあ、でもこれ荷物多いのかな。少ない方じゃない。少ない。はい、でもこんなにいつもは持ち歩いてないんですけど、今日はあのカメラ持ってくるから大きいバッグにしたからと思って、ちゃんとポーチも持ってきたんですけど、はい、ちっちゃいバッグの時は本当にリップと財布とって感じです。じゃあまずこちらピンクコーナーなんですけれども、はい、まずこちらはハンカチと、ちょっと風邪気味なので、いつも風邪気味です。それな、最近本当に風邪治らないのでティッシュを持ち歩いています。
どこのですか？こちらはバレンシアガなんですけど、ちょっとハゲてますね。すごいちっちゃい、もうちっちゃいものなんですよ、基本的に。なんかバッグが、ちっちゃいね。そう、いつもバッグがちっちゃいから、と思ってバッグちっちゃいのにしました。はい。はい。はい、次、こちらは充電器ですね。今日はちょっと、長めのあれなんで、長めのミートアップになっておりますので、今日は充電器を持ってきました。はい、そしてこちらですね。こちらはスースー系のやつ。大事です。これはなんか最近新しく多分出たやつなんですけど、コンビニで売ってます。美味しい。で、こちらはちょっと今日これで可愛い写真を撮りたいなと思って持ってきました。はい。はい。とイヤホンがこんな感じで絡まっております。はい、でこちらは今日プサンの計画を立てるのでロルバーンですね。2018年なんですね。こちら2019年も終わるのに2018年のこのメモの部分を使っております。でこちらはまたもらったシールですね、はい、うん、またっつってね。あ、そうです、こちらと同じシールです。かわいいです。紙で買いました。買いましたじゃない貼りました。貼りました、もらったので。でこれはなんか鉛筆みたいなボールペンなんですけど、これはアートボックスで30円で買いました。50円じゃない、30円ぐらい、マジ30円とかで買いました。普通です、書き味は。中身どんなこと書いてるんですか？中身はですね、ちょっと企業秘密、こちらはですね、でも本当にいろいろ書いてる、いろいろ書いてるよね、いろいろ書いてる。これは普通にスケジュール帳なんだけど、前の方が、で後ろの方にメモがめっちゃ豊富だから、本当に何でも書く、なんか予定じゃないわ。あとかそうだよね、ここさ入れられる、なん、あ、そうそうそう、ここにファイルがあるから便利。シールとか入れてたもん。そうだからもうなんか。このメモの部分がめっちゃ余ってるから本当に課題のこととかも全部書くし、うん、偉くない、それで余ってるから使い続けるって。てか これがなんか書きやすいというか持ちやすいこのサイズとで使っております。で、はい、こちらはあれですね、 VT さんにいただいたハンドクリームですね。でこの前エリナが韓国に来た時に持ってきてくれて、そうで、ハンドクリームをちょっとこれを一番最初に使ってるんですけど、オーシャン、オーシャン、オーシャンじゃない、オーシャンっていう匂いのこの青っぽいやつなんですけど、なんか寝る前とかに基本的に使ってるけど、ちょっと今日は持ってきてみた。いい匂いですか？これはめっちゃいい匂いですよ。オーシャンって何の匂いなの？まあ海系の、海系、わかんないけど、でもなんか香水ぐらい結構香るから、なんか寝る前とかにつけてなんかゴロゴロしてるとなんかいい匂いしたって思ったら、あ、そう、ハンドクリームの匂いだって思う。いい匂いです。最後こちらです。皆さん気になってます。こちらはポーチです。これはね、全然日本に帰った時にダイソーで買ったポーチです。ダイソーなんだ、お安いです。かわいい。クリアポーチ買っても中身可愛くできない人だから、だから中身出して向いてないんだよね。割と普通に向いてないっていう。じゃあまずリップが今日は3つ入ってますね。これはピアの25番、23番と 3C の220番です。なんか基本的になんかこういう色のリップを使っております。なんか今日のはこれの上にこれを塗りました。あ、25番、結局最高って感じなんですね。こちらのリップは安いしっていう話をしましたね、私たちさっき。本当にピアやばくねっていう話をしました。これは本当におすすめで、この上の色がこのちょっと何色っていうのこれ、赤、メタリック赤みたいな、メタリック赤みたいなやつの種類のやつが特におすすめです。はいよ、次はこちら謎にグリッターを持ってきました。なんか、はい、意外とグリッター取れるかなと思って、これは 3C のものです。意外とわかる、直したいときは意外とね、グリッターねあると嬉しい。
次こちらですね。これはホンデのなんかいろんなお店が入ってるみたいなちっちゃい、うん、お店があって、うん、そこの一角でやってる香水屋さんで買いました、うん、これはなんか日本から友達が来てた時に、うん、その子たちが行きたいって言ってついてって私も買いました。なんかオーソーセクシーっていうオーソーセクシーっていう匂いなんですけど、めっちゃいい匂いで最近はこれをたくさん使っています。あ、最近の匂いこれ、最近の匂いこれ、なんか細いからね、本当に持ち歩きやすいからいつも持ってる。漂うもん、漂う漂う漂う。次はこちらです。ホリカホリカのクッションファンデ、お直し程度に使ってます。最後、髪系必須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 。これは前髪のカーラーですね、はい、でこれはクシです。ダイソーで買いました、韓国のダイソー。3つ入りで200円とか、うん、あるね。だからなくしても OK、はい、でこれはなんかちょっと風が吹いた後に写真撮る前とか時とかにやっぱちょっと前髪とかす必須です。これは必須必須です。はい、こんな感じです。はい、はい、今日はこんな感じでお友達と私のバッグの中身を紹介いたしました。イエーイありがとうございました。ご協力いただいてありがとうございました。あと需要があるかわからない内容だったんですけれども、コメントしてくださった方ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価とインスタグラムのフォローもぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイかわいい連動してるバイバーイ。